アチュールは複数のアーカイブファイル、圧縮ファイルに対応したコマンドラインファイルアーカイバである。パールで書かれており、GNU、GPLV2 の下で配布されている。アチュールはタールや GZIP などのフロントエンドであり、共通の UI でこれらのコマンドが扱うファイルフォーマットを操作することができ、ファイルフォーマットによって異なるコマンドやそのオプションを覚える手間を省くことができる。 アーカイブの展開、アーカイブの作成、アーカイブ内のファイルの一覧を表示、アーカイブ内のファイルの表示、アーカイブの比較、アーカイブの再作成を行うことができる。ファイルフォーマットは、ファイルや拡張子によって判断され、ファイルフォーマットに対応するコマンドが実行される。それぞれのアーカイブを扱うには、対応するコマンドがインストールされている必要がある。アパック風 XZ, オンパックフー、タール、XZ、オストバー、7Z、アリパックバー、7Z バー、ジップ。ありがとうございます。